ばんは。おはよう世界。ふう、間に合った。寝かけてました。徳永レミ寝てませんけど。寝かけてた。ちょっとだけね。うふふふふ。こんばんは。前髪なくなってるよ。さっきもなくなってました。こんにちはって感じ。アッキーさん、誰もありがとうございます。今日最後の、今日もぐもぐします。ずっともぐもぐしてるからさ、ちょっとやめようかなと思ってたけど、需要あるならさ、ここに桃があるからさ。そう、今日桃いただいたんですよ、嬉しいことに。で、めっちゃ変色しちゃったんだけど、なんで？やばい、めっちゃさ変色した、色おかしくなっちゃった。もう太るよ。だって、じゃあやめるね、じゃあやめるね。フーツ、目黒さんハートありがとうございます。うん、自分でも理解してる、太ることあるんだけどさね。今日のさ、ライトめっちゃ夕日感ある。ほら、夕日みたいな色してるくない？あー、伝わんない。あー、うん、ね、すぐ痛むね、びっくりした。だから食べる直前にびっくり。だからさ、めっちゃ変色しちゃったんだよね。そう、これはドンキで、このね、リングライトはね、パパにプレゼンして買ってもらったこのリングライトはこういう性能があって、こうでめちゃめちゃいいんだよ、だから買ってってプレゼンして買いました。買ってもらいました。朝はね、血色がないんですよ、ただ単に。梨の季節ではないんでね、まだ梨は食べてないです。これからですよ、梨は。9月とか秋、うん、そう、よくね、プレゼンしてる。なんか欲しいものがあったら、マジでずっともぐもぐしてるだけど、多分今日で最後こんなもぐもぐしてるのはだから許してほしいなみたいな。うん、リングライトあると、ライルあるのとないの、違う。で、ね、皆さんご飯食べましたか？夜ご飯、今日は皆さんうなぎかな。うなぎ、土用の丑の日なので、うなぎ、土用の丑の日だよ、合ってるよ。うなぎですか、夜ご飯。うん、夜ご飯にスイカなんて、なんてヘルシーなの。でも今年スイカ一回も食べてないわ。食べたい、甘いスイカ食べたいかも。うん、いいね、ステーキ。ムテレミのご飯スムドブ、まあアイスがカロリー高いから、アイスも食べたけど。うん、娘が作ったカレー食べれるとか最高じゃん。最高だね、めっちゃすごいいいね。あ、焼きそばいい。わ、うなぎ苦手なので神戸牛だって、すごい。代わりとなるものが素晴らしい、素敵ですね。まあ特別な日なのでね、土用の丑の日は。多分
さあヘルシーじゃない、桃の成分、桃ヘルシー派って何で調べてみる。缶詰の桃はダイエット中には良くないらしい。ペクチン、脂肪として蓄積されやすいらしい。だからダイエットには向いてないって桃。大変じゃん。だけど美味しいから食べる。やだね。でも美味しいよ桃。缶詰はね、でもみかんの缶詰でもそうだよね。さらに甘くなってるから糖質やばそう。マジでパイナップルとかマンゴーとか缶詰系は、うん、そう最近ねちゃんと美味しいもの食べてる。美味しいもの、美味しいもの食べてるって言ったらだけど、お昼も美味しいもの食べてるし、うん、好きなものを食べて耳はリフレッシュしてます。最近ストレス発散みたいな感じ。美味しいもの食べて、はあ。美味しいよね、鶏もも。鶏ももね。もも、うん、美味しいよね、鶏もも。鶏ももは、ささみがヘルシーなのか。美味しいよね、ももも。そう、JK の食欲舐めちゃあかん。なんか、夜に納豆食べるといいらしい、ダイエットに。流れにね、最近納豆食べてます、よく。ささみフライとか好き。食べました、桃。でも納豆ね、納豆は普通のじゃなくて、引き割りでもなくて極小の粒が好き。生卵入れない。そう、なんかヨーグルトも朝より夜の方がいいらしいですよ、皆さん知ってましたか。だから納豆好き、納豆でも飽きちゃうすぐ。まだ飽きてないからあれだけど、今日ねお姉ちゃんに眉毛綺麗だねって言われた。綺麗でしょ、私の眉毛うまく描きました。自撮りしてみる。本当にボリュームがすごいんだけど。お楽しみに、これ上がるので、ストーリーかツイッターに。皆さんってどういう写真がお好きなんですか。インスタ難しい。難しい。でもフォロワーさん増えました、360人に。でも伸び悩みます、最近伸び悩んで。一番ねツイッターじゃなくてインスタでいいねが多いのはこれです。これめっちゃいいね多い。レミにしてはいいね多い。3490。
光なしがいい。まあそうだよね。でもウェミほとんど加工してないですよ。まあフィルターしかつけてない。あ、時間帯ね。自然なやつやっぱいいよね。あのつきやすい、いいね。昨日はあんまりねえ、いいね、いかなかったか。彼女感あるやつがいい。彼女感やっぱさ、どういうの、こういうの彼女感ある。あ、めっちゃリングライト。あやちゃんさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。イエーイ、めっちゃ可愛い。メールの字好きですか？なんかたまに変な字誰送ってるけど、まあ、メールなんでね、それはそれでいいかなと思います。そうだ、難しい。衣装より私服の方がいいのかな。皆さん、みんなが好きなのは私服なのかな。一度ガチ格好してみる。今いますね。やだ、怖い。今ねフィルターしか本当に、あ、やばい、めっちゃ取っちゃった。フィルターしかいつもかけてないからね、漏れないって言われる。友達とリミのカメラで撮ると漏れないから嫌だってそんなことないよって。デカめ、デカめは100。これさ、戻るのが怖いんだよ。小顔も100。やばー、怖い。全部100にするね。もう宇宙人じゃん。怖い。やばい。待って、人中の短すぎ。怖い。ちょっと待って、戻す、今すぐに。間違えた。怖い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 よ。加工怖い。さっきなったかな、なったかな。これ若干加工されてる気がする。でめっちゃ怖いからちょっと楽しみにしてくる。あ、ガチ怖。3、2、1。宇宙人。怖くない？宇宙人だよ。ガチ怖。ほら、ガチ怖よ。誰だ本当に。この人、それほどでも、そう、顎ないやん。いや、レミからしたら不自然すぎだよ。キモいよこれ。顎短。悪くない、嘘でしょ。マジで言ってる。この画像じゃあメールで送りますので、ぜひメールとあってください。角度問題もあるか。それはある。いやー怖い。確かに今時ね。おっと。あー怖。怖い怖い。あ、
ショールームでもなれるよね、宇宙人。してみます。これ滑らかさなのかな、すごい。おあ、小顔。おお、怖い。目を大きく。皆さんこんにちは、フェミです。ちょっとこれ直すよ。ああ、なってる。ああ、ああ、顔でかくなった。怖っ。怖っ。ああ、これがやっぱいいですね。なんか、うん、レミって感じ。怖い。これは戻りました。本当の徳永です。戻した。バランスいい。怖いね皆さん、やばいよ。違うよそりゃ。だから加工なしがいいんですよね一番。だからレミは割とたどりだとノーマルが多いけど、レミあの加工アプリでもなんだろう、あのフィルターしかしてないので、ほぼ無加工なので、そこは安心してください。この方が可愛くなるけど、可愛くなってさ、まあまあフォロワーさんとかも増えるかもしれないけど、それよりもレミは素の顔で勝負したいので、素の顔でしてます。徳永は顔でかい。そうですよね、でかいですよね。はい、でかいです、すごく。めっちゃ煽っちゃった。やや、なんかややらっぽいなあれ。やべさん、ありがとうございます。嬉しい、優しい。そう、いつでもこれで勝負ですから。でも最近痩せたんですよレミ。シュッとした。知らんけど、ただレミの自己満だけど。優しい、みんな。ねマジでシュッとしたと思う。それな、嬉しい。なんでだろうね、シュッと。痩せたね、痩せたよ、嬉しい。痩せたが一番の褒め言葉。嬉しい。足も痩せました。ゆきたんさん、かわいい、ありがとうございます。そう、夏バテで痩せてはない、でもちゃんと食べてます。そう、徳永ソフトボールやってた時が一番。いや逆にソフトボールやってたからめっちゃ動いてめっちゃ食べてたから逆に太ってたんですよね。すごい言いづらいんですけど、逆にねめっちゃ太ってた割と。筋肉だけど顔がねパンパンでした、割とね。めっちゃ食べて、お菓子めっちゃ食べてたから。でも高校生って太りやすいからちょっと気をつけてます。だいぶなんか今までのさ、もぐもぐ配信見てたら信じられないでしょこの言動。ちゃんと気をつけてるんですよ自分なりにね。午後8時21分を迎えました。そうだった、自分的にはそうでしたね。成長期、今日マジ眉毛綺麗じゃね。
こんばんは、こんばんは。うん、今何キロですか？言いません、測ってないます。晩ご飯何食べたんですか皆さん。意味はね、今ねいちご食べたい気分かも。すんごくいちごが食べたいな。あと肉じゃがも食べたい。肉じゃが絶対リンゴ2つ分です。あはははは、山こっちも麻婆豆腐、あいいや、とんかつ、あ唐揚げいいですね。唐揚げ食べたい。大門さん、タコありがとうございます。この前レミなんかエビがめっちゃプリプリ入ってるでチャーハン食べた、おいちゃおいしかった。この前ね中華食べたんですよ、小籠包食べて美味しかった。うわー、うね重食べない、あーサビ、すごい南米のエミューくん、え、あーそういうことか、レミを見てる。いいですね、土用の丑の日ですから皆さん今日は贅沢してうなぎを食べましょう。私はいりませんね。唐揚げってなんであんなに美味しいんだろうね、不思議じゃない？すごく誰が発明したか知りたいぐらい美味しい唐揚げ。焼き鳥いいね、うま。コンノッパさん、うま、ありがとうございます。うま、いただきました、ありがとうございます。嬉しい、美味しそうに食べる。美味しそうに食べるなんて言われたことないかも。やるかな、覚えてない。ひつまぶし、あれにも興味ある、ひつまぶし。そうね、唐揚げって罪ですよね、メタメタに罪。ブースさん、ハートありがとうございます。唐揚げって本当に美味しい、飽きないよね。あのさ、お弁当についてるさ、お弁当っていうか買ったさお弁当についてる横に、横の方についてるポテトサラダがリミ大好き。なんであのポテトサラダってあんなに美味しいんだろうって思うね。なんか美味しいよねあれ、不思議な感じするけど。持ってます、よろしくお願いします。高田です。そうそう、ただカロリー高いものってね罪なんですよ。美味しい、頑張ってください、ありがとうございます。頑張ります、イエイ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 。なんかさ、あこのショール、あそうショールームをたまにあのレミが毎週ラジオ今はいやってる、一緒にやっている松原さんがたまに見てるらしくて、なんかレミさんラジオだとこんなキャラじゃないからさ、見られてたらさなんか素がちょっとバレちゃって怖いかも。こんなこんなんなんですみたいな、やばい。結構嬉しいですけどね。ではランキング見たいと思います。13位コッシーさん、ありがとうございます。12位ユウさん、ありがとうございます。11位浦和魂さん、ありがとうございます。10位北斗ペガさん、ありがとうございます。9位ドンアットマークレミグミさん、ありがとうございます。8位ビアビアットマークレミグミさん、ありがとうございます。7位ワンタンメンさん、ありがとうございます。6位ブースさん、ありがとうございます。5位アッキーアットマークレミグミさん、ありがとうございます。4位ダイモスさん、ありがとうございます。3位ハヤちゃんさん、ありがとうございます。2位ニャンニャンにゃんにゅんにゃんの三段活用さん、ありがとうございます。そして1位立花さん、ありがとうございます、おめでとうございます。ではラキレミ。27位小顔くんさん、ありがとうございます、おめでとうございます。続いてはドン。
48位、モンペイさん、ありがとうございます。おめでとうございます。イエーイ。続いてはドン。67位、コロタンさん、ありがとうございます。おめでとうございます。イエーイ。では皆さん、今日もありがとうございました。スクショ。もうもうして朝とは人が違うよね。本当にそれは思う。時間が怖い。切れそう。皆さん、今日もありがとうございました。では明日の予定はまだ決まってないです。ごめんなさい、決めれない。まだわからないが、どうだろう、わからないな、わかりません。なのでゲリラになると思いますが、明日もどうぞ応援よろしくお願いします。毎日ありがとうございます。本当にいつ折り返しなんだろう。まだまだだ、まだまだイベント期間は続きますが、皆様はどうかご協力よろしくお願いします。では今日もありがとうございました。ではまた明日会いましょう。バイバーイ。またね。ありがとうございました。おやすみ。みんみんゼミ、おやすみ。おやすみ、みんゼミ。バイバーイ。バイバーイ。おやすみ。怖い。またねー。バイバーイ。おやすみなさい。バイバーイ。また明日お会いしましょう。バイバーイ。おやすみなさい。あ、おやすみ。